一個です。今日明日で、2018年も終わろうとしていますね。はい、みんな今年はどんな年でしたか？全部楽しかった。まあいろんなとこ行ったけど、どこが楽しかった？いっぱいあるけど、ハワイアンズで楽しかったのはプールが出すよね。新しく学校生活が始まったんだけども、今年はあれだよ、新しいっつってももう一個新しい、秋冬がね、うちに来たっていう。もう今寝てたんだからいいんだよ、起こさなくて。はい、寝ていいよ。ということでね、今年は全てが新しかったなっていう年でした。はい。でね、俺ら4兄弟でね、今年もねやってきたわけなんですけども、兄弟が改めてさ、お互いを褒め合ったりするって恥ずかしいっていうのもあるしさ、なかなかねやらないと思うんだけど、これからもね仲良くみんなでやっていくためにはね、そういう褒め合ったりする時間も大切なんじゃないかなって思います。ということでですね、今年1年を振り返ってお互いにこんなところ良かったねって言い合えたらいいかなって思ってます。あっくんはね、初めから宿題を頑張ってた。初めての1年生から。あつきは伸びてるぞ。あつきはそうだね、やっぱり本当に新しい生活をね一生懸命受けてんだよ、頑張ってたかなって俺は思う。俺が受験の時もさ、3人のブラザー4引っ張ってってくれたから、もうね感謝してますよ、あつきさんにはね。もうマジで嬉しそうなんだけど、もうかわいいぞ。あってのあれ方が好きになった。俺が小学校になったら、ナナはあっくんはがいなくても頑張ってるから、やっぱり不安だもんね。2人だったらいきなりもう1人になっちゃったね。それでも頑張って言ってたから、確かに偉い。ナナはね、今年になってね、話せる言葉がすごい多くなったかなってね、すごいいっぱい喋るようになってね、最近だよね。ゲームもできるぐらい頭良くなっちゃってね。そうね、スプラトゥーンやってますけども、そこら辺がナナは本当に今年成長したところなんじゃないかなって思います。るちゃんは優しいところ。優しいんだね、大ちゃんね。俺からしたらね、大ちゃん弟なんだけれども、2人のお兄ちゃんでもあるわけで、俺にはないお兄ちゃん感を持ってるところを多々見るんですよ。もしかしたら俺よりお兄ちゃんやってくれてるんじゃねえかなって思う時もいっぱいあります。その受験の時にやっぱ引っ張ってくれてたのは3人なんだけど、その中でも一番前に先頭に立ってね、ブラザー4引っ張ってってくれてたのはこいつなのでね、感謝している。そこでもお兄ちゃんだなって。いや、いっくんはね遊んでくれるし、宿題見てくれるし、いっくんはねあれだよね、ここのためにいっぱい受験も頑張ったしね。いっくんもさっき言ってくれたけど、下2人のお兄ちゃんだけど、いっくんはね俺と違ってかっこいいし、まいちゃんが腰やった時とかご飯たまに作ってくれるし、そこが優しい。僕もいっくんみたいにかっこいいお兄ちゃんになります。やめて、なんか恥ずかしいから。改めてっていうのは確かに気恥ずかしいけど悪くはないかな。こういう時間を作ってね、1年の最後を振り返ってみるっていうのはいいなって思いました。今この見てくれてる方もですね、家族とか、あとは大切なね人とか、普段言えないような中でも、お互い褒め合うというか、1年を振り返ってみるっていうのは皆さんもした方がいいのかなって思います。2018年もブラザー4チャンネルの動画を見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。視聴者のコメントやね、お手紙など、2018年もね皆さんの応援メッセージがあったからこそ、俺たちは頑張ってくることができました。ました。できました。年末年始もね、俺たちの動画を見てほしいなって思うんですけど、ここはあえてですね、スマホとか画面を見ずに家族とかとね、顔を見ながらね、新年をね迎えていただきたいなって思います。というわけでですね、俺たちは今年2018年この動画を最後の動画にねしたいと思います。でまた再開は来年の1月4日からということで、今年僕たちの家は秋冬を含めてみんなの日常の時間を楽しみたいと思います。では皆さん、また2019年の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。ピカン。2018年もさようなら。では改めて2018年ブラザー4ありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を。